5月29日水曜日午後5時35分の日本海は風は全くないですね。海にはゆったりとした良質なうねりが、今これが最大のセットぐらいですかね。インサイドで割れますね。そこでぴったり合わせたら、ひょっとしたら瞬間テイクオフできそうなぐらいしっかりうねりが入って割れてますね。今正面からかすかな温床がありましたが、今また止みました。左同様ゆったりとしたうねりが入ってきて、伸びて伸びてインサイドからショアブレイクですね。あ、今これが最大のセットぐらいかな。気温は24度ぐらいです。風はかすかに温床があるかないか、今ないですね。無風です。いい感じのうねりがインサイドで割れてますね。明日どうですかね。